言お祈りをさせていただきます。恵みと憐れみに富みたも天の父なる神様、今朝のわずかな雨ですけれども、しとしとと降る夏の朝、こうしてこの聖日を与えてくださり、三三五五を遠くから近くからあなたが一人一人を御前に招き入れ、あなたの恵みの座に伴わしめてくださったことを心から感謝いたします。大胆に恵みの座に近づこうではないかとヘブル書の著者が言っておりますけれども、今日も私たちがあなたの御前にこうして礼拝をする資格のないものでありながらも、それにもかかわらずあなたの豊かな贖いの血潮によって私たちを許し清め、あなたの御前に大胆に近づくことを許してくださっていることを心から感謝をいたします。今日あなたが私たちに語ろうとしておられる命の糧をどうぞ私たちがしっかりといただくことができますように、聖霊によって私たちを強め、また引き上げてください。そしてあなたの永遠に変わることのない真理を、その一部かもしれませんけれども、どうかそれをしっかりとこの魂で受け止めることができますように、そしてその真理が働いてあなたの聖霊の実を結ばせてくださいますようにお願いをいたします。一人一人この夏の暑さ、またさまざまな天候の変化によって体調を崩したりいたしますけれども、どうか一人一人をあなたが助けて心身ともに守ってくださいますように、そしてどうぞどんな時にも心の中にあなたの恵みと御言葉がいつも生きて働くものとなりますように導いてください。あなたの御言葉を待ち望みつつ、主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。高知は今、一年中で、一番、熱気がこもっているといいますか、よさこい祭りでですね、高知市から何か湯気が上がっているようなそんな感じもする、昨今でありますけれども、暑い最中で8切れんばかりの笑顔で踊っている若い人たちを見ると、何かこうすがすがしいような感じもいたします。皆さんは、踊り子たちを見に行かれたのでしょうか、それとも私のように涼しいところに座ってテレビで見たのでしょうか、わかりませんけれども、この夏また、孫が帰ってきておりまして、よさこい踊りが祭りが大変気に入って、鳴子をどうしても買いたいということなので鳴子を買いましたが、孫がですね、よさこいという言葉の意味は何かと聞かれましてですね、よさこいとは私は知ってるつもりだったのが、いや考えると一体何という意味だろうかと、そうよっしゃこいという意味かなとか、なんかいろいろこう考えたんですけど、わからなかったのでちょっとネットで調べてみましたそうするとですね、全然予想と反対にですね、調べましたところ、よさりこいという音の変化が
したものだと。もともとはよさりこいと言ってたそうなんですね。よさりのよというのは夜という意味で、夜にいらっしゃいというそういう意味のようであります。そうすると陣馬も馬もよう踊っているということらしいんですけれども、それがよさこいの、まあ、古くから歌われていた言葉の由来だそうです。幕末に、高知城下に、起こった一つの、まあ、恋愛事件ですね、一人の僧侶純心という僧侶がですね、イカケ屋の娘でお馬という、可愛らしい娘との間の恋愛事件が、あの民謡の元になったというふうに言われております。僧侶はご存知の通り当時結婚ができなかったものですから、この娘に対するお馬に対する思いは大変強くてですね、まあ、播磨屋橋のたもとでかんざしを買ったのだろうと、まあ、そんなふうに、思います。やはりこの誰にとってもやはり人の愛というものはどれほど大切なものか、またどれほど大きい力強いものかということを、まあ、物語っているような、懐かしいような、そして、楽しい話がこの民謡の中に込められているように感じます。今日の聖書ではイスラエルの歴史の中で有名な、まあ、最も有名なダビデ王ですね、実は驚くような愛の告白を受けるという場面であります。それは、まあ、異性からの愛の告白ではなくて、実は主なる神様からの愛の告白があるのであります。ここにある神様のそのような愛とは一体どのようなものなのか、神の愛がいかなるものかということをご一緒に見てみたいと考えております。時は紀元前1000年頃、今から3000年も昔の話ですけれども、ダビデはイスラエルの最初の王様であったサウル王に仕えておりました。ところが、ダビデがあまりにもあらゆる面でこう力量があってですね、何でもできるためにサウル王にまあ妬まれるわけですね。あまりにもこう妬まれまして、ダビデはサウル王に命を狙われるという、まあ、そういうドロドロした歴史があるわけでありますけれども、ダビデはそういったこのサウル王からもう逃れてですね、野に下り、そして、大変苦労を余儀なくされるわけであります。しかし時の流れとともにこのサウル王がついにペリシテ人との戦いの中で敗れて、サウル王がついに殺されてしまいます。王様を亡くしたそのイスラエルは、多くの人々によって信頼されていたこのダビデが指導者として認められる。ダビデはとうとうダビデの町を建設しました。それが現在のエルサレムの町の元となった町であります。このダビデの町というのは現在のエルサレムの郊外にありまして、比較的狭い地域であります。そのことが、まあ、実際にエルサレムに行って初めて分かったのでありますけれども、ともかくダビデは一国の指導者として大きな責任を担うことになったわけであります。その時彼は一つの志を抱きました。それは神様のために、主のために一つの宮を建てよう、神殿を建てよう、いやまさにこれこそまずしなければならないことだとダビデは感じたわけであります。そこで彼は
政治の顧問であり預言者であった預言者のナタンに相談をいたします。するとナタンもそれは素晴らしい考えですと、どうぞそのプロジェクトをお勧めくださいと答えたのですけれども、その夜このナタンが神様の前に祈っているときに、神様からダビデへの全く別なメッセージが示されるわけです。それがこのサムエル記第2の先ほど読んでいただきました7章の5節から16節に記されている内容であります。ナタンを通してダビデに与えられた神様のメッセージをかいつまんで見てみますと、次のような事柄が語られております。一つは、神様は主の宮神殿をダビデが作ることを望んでおられないということ。第二番目は、神様はダビデが一階の羊飼いの少年であった時に彼を選び、そして今こうして一国の君主としたのだということ。そして3番目に、神様はダビデに大いなる名を与える、偉大な人にするという約束。そして4番目に、神様はダビデに安息を与えるという約束。安息、それは戦いからついに解放されて平和を得るという意味であります。そして5番目に、神様はダビデに一つの家を与えると約束されました。この家というのは王朝という意味であります。ダビデに王朝を与える、王として王国を与え、それを治めさせるというのであります。6番目に、ダビデの世継ぎが主の宮を建てるということ。これはダビデの息子ソロモンを指しております。7番目に、ダビデの家、その家系は常しえまでも固く立つという約束。そして最後に8番目、ダビデのこの家に対する神様の恵みは決して取り去られることがない、そういう約束がナタンを通してダビデに与えられたのであります。当然ダビデは驚きます。想像だにしなかったような神様からの驚くべき約束が与えられたのであります。まるで神様がそのいにしえアブラハムにあの祝福の約束を与えられたと同じように、ダビデとその家系よ、常しえまでも神様が恵みを持って導いてくださるという確かな約束をいただいたのであります。その中で15節を見ますと、15節の中に私の恵みという言葉が出てきます。私の恵み、この恵みという言葉がヘブライ語でヘセドという大変重要な言葉であります。このヘセドという言葉は愛とも訳すことができますし、恵み、また慈しみとも訳される、旧約聖書の中で最も重要な言葉であると言っていいかと思います。その恵みを神様はダビデの家からどんなことがあっても取り去ることはないと約束してくださったのであります。ここには何の条件もつけられていません。無条件の愛であります。
何の見返りも求められていません。無償の愛であります。ダビデが何か素晴らしいことをしたからというのでもありません。ダビデが何か手柄を立てたからだというのでもありません。これは神様からの一方的な絶大な愛であります。愛しているから愛しているのだという類の愛であります。私の恵み、ヘセ、これはあなたから取り去られることがないという約束であります。このダビデに対する約束が後にダビデの末からこの世界の救い主が生まれるという救い主メシアを待望する大きな思想となって後の人々に継がれることになりました。そしてこのダビデの生きていた時から約1000年後、あのベツレヘムにお生まれになったイエス・キリストの中にそのメシア、救い主の約束が成就し、アブラハムから始まりダビデを通して約束されてきた神様の無条件の愛、無償の愛、ヘセッドの恵みがイエス・キリストの十字架を通して成就されたという新約聖書の福音のメッセージにつながるのであります。そのために誰でもキリストにあるものはこの神様の無条件の愛、無償の愛の中に招き入れられ、その神の恵みはその人から永遠に取り去られることがないという約束をいただいているのであります。私は決してあなたを離れず、またあなたを見捨てない。そのように言われる神様のお約束をいただいているものとなっているのであります。見よ、私は世の終わりまであなた方と共にいますという神様の恵みの世界の中に入れられているのであります。しかもこれが何か私たちの立派な行いとか努力とかによっていただくのではなく、ローマ書の3章28節にあるように、人が義と認められるのは立法の行いによるのではなく信仰によるというのが私たちの考えです。またガラテヤ人の手紙2章16節にもありますように、人は立法の行いによっては義と認められず、ただキリストイエスを信じる信仰によって義と認められると記されているゆえんであります。これがまさに神様の無償の愛、無条件の愛、愛しているから愛するという愛であります。行いによるのではなく信仰により、恵みによって私たちを愛し救い、永遠の安息の中に入れてくださる神の愛の性質であります。神様の無条件の愛とはキリストと信仰によってつながっているものには、神様がその恵みをもって守り導き、どんな時にも平安を与え、その人の人生を固く立てて、その恵みは永遠に取り去られることがない、そういう類の愛であります。人間は間違いを犯します。失敗を犯します。罪を犯します。そうすればこの神様の恵みを失うことになるのでしょうか。14節を見ますと、
神様がダビデにこのように伝えています。もし彼が、この彼がというのはソロモンのことでありますけれども、ダビデの息子のソロモンですが、もし彼が罪を犯すときは、私は人の杖、人のこの鞭を持って彼を懲らしめる、しかし私は私の恵みを彼から取り去ることはないと言われるのであります。私たちは誰もが欠けの多いもの、弱点や欠点や短所を誰しも持っておりますから、罪を犯してしまいますけれども、神様の愛はそれで移り変わるという類のものではありません。神様の恵みはそれで取り去られるというものではありません。では実際に神様に罪を犯してしまうとき、私たちはどうすればよいのでしょうか。ヨハネの手紙第一の一章九節に次のように記されています。ヨハネ第一の手紙一章九節、もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。神様が求めておられるのは、ただ私たちが真実に悔い改めるということだけであります。たとえ立派なことができなくとも、心から真心を込めて悔い改めることができるなら、神様との愛の関係は決してなくなることはないと聖書は語っているのであります。神様が求めておられるのは、ただ私たちが真実に神様の前に立つということだけであります。砕かれた柔らかい心で神様の前に徹底的に正直になるという、そのことを神様は喜んでくださいます。それでは無条件の愛ではないかと思われるかもしれませんが、私たちが神様の前にもし心を閉ざしているならば、神様もそのことに対してはこじ開けることができません。雨戸を閉め切ったまま太陽の光を部屋の中に入れることができないと同じように、私たちも神様に対して心を開けるということがどうしても必要になります。そうする限りにおいて、神様の愛と恵みは決して取り去られることがないと聖書は約束してくれています。先日も申し上げましたように、私たちの人生はただいま工事中であります。今回の大雨によってたくさんの土砂が崩れ、多くの家屋が破壊されましたけれども、高知の高速道路の一部も大きく壊れてしまいました。これから修理されなくてはなりません。私たちの人生もいろいろと修理をしながら前進していく必要がございます。あっちを直し、こっちを直し、少しでもスムーズになるように、そのように工事をしながら前進するのが私たちの人生であります。修理をする必要がないという人は誰一人いません。そしてその修理をするために私たちはキリストの十字架のもとに帰っていきます。イエス・キリストの十字架の血潮で清めていただきます。何度も何度も心の痛手や心の罪を許し癒していただき、清めていただき、
私たちの魂を修理しながら前に進んでまいります。そのように進むとき、何が起ころうとも、キリストの恵み、神の愛から見放されることは絶対にありません。信仰によってキリストにつながっているならば、私たちは神様の無条件の愛から決して見放されることはないのであります。神様はキリストに信頼してついてくる人に無条件の愛をもって常しえまで導いてくださいます。そのような無償の愛、その愛の中に日々を生きていこうではありませんか。今は、甲子園でも夏の熱い戦いが繰り広げられています。今日は午後から高知商業が出るというので、またその応援もしなければならない大変忙しい夏でありますけれど、静岡県のですね、磐田市という町がありますけれども、そこに一人の野球少年が住んでおりました。斉藤亮さんという方ですけれども、小学生の時からもう野球一筋で、県立の浜松商業高等学校の2年生であった時に甲子園を目指して毎日意気込んで練習しておりました。そんなある日、自転車で学校へ急いでいた時に車に跳ね飛ばされたのであります。一瞬の出来事でありました。りょうくんは地面に頭から叩きつけられてしまいました。そして首の骨を折ってしまったのであります。そのため手足が完全に麻痺して動かなくなってしまいました。呼吸すら人工呼吸器をつけなければできないという状態になったのであります。口から何も食べることができず、鼻から管で流動食を流し込むだけ、ただ毎日上を向いて寝ているだけの生活となったのであります。寝ながら亮君は自分で思いました。こんな生活が一生続くのか、死んだ方がマシだ、だけど死ぬこともできない。惨めな自分に彼は絶望し、生きる気力を失ってしまったのであります。加害者は27歳の男性でした。加害者に対して亮君たちはただ怒りしかありませんでした。僕をこんな目に遭わせてどうしてくれるのか。しかも自動車保険の期限切れで賠償金が一銭も出ないということを知ったのであります。加害者と彼の父親が病院に見舞いに来た時に、亮君のお姉さんは亮の人生を返せ、元通りにしろ、一生同じ苦しみを負わせてやると食ってかかり、この亮君の父親は見舞いに来る暇があるなら働いて金を持ってこいと追い返したのであります。亮君の母親は顔も見たくないと言って突っ張り返したのであります。事故から5ヶ月が経った2009年のある日のこと、辛くて死にたいと絶望的な気持ちになっていた彼の人生に一筋の光が差し込みました。野球部の先輩がそのお母さんとお姉さん、さらに彼らの
教会の牧師と一緒に病院に来てくれたのであります。彼らはクリスチャンでした。その牧師からイエス・キリストについての話を聞いたのであります。そして聖書の中でイエス・キリストのなさったことを、話されたことを聞いたのであります。その時斉藤亮君はイエス・キリストを不思議と受け入れ、信じる決心を心の中でしたのでありました。その後彼は聖書を学び始めました。ヨハネの手紙の4章10節にこう書いてあるのに目が留まりました。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛してくださって、私たちの罪のために贖いの供え物として御子を使わせてくださった、ここに愛があるという御言葉に触れたのであります。イエス・キリストを信じた亮君は次第に神様の愛に魂が開かれていったのであります。その頃から不思議なことが起こり始めました。身動き一つできないにもかかわらず、高校を卒業していなかった彼のためにいろんな人が協力してくれて、高校卒業認定試験を受けて合格できたのでありました。高卒の資格を得た彼はサイバー大学という大学があることを知って、自宅にいるままパソコンで授業を受けることができるということを知ったのであります。そのサイバー大学に2012年に入学しました。彼はマルコの福音書10章27節の御言葉に感銘を受けました。人にはできないが神にはできる、神は何でもできるからである、この御言葉を魂にしっかりと刻んだのであります。そして5年間かけてこのサイバー大学で学び、昨年2017年に卒業されました。聖書の勉強を続けていくうちに聖書の知識も増えてきました。彼の家族も揃って聖書を学ぶようになっていきました。加害者はあの事故以来責任を感じて苦しんでいました。その家族も亮君の家族と同じように苦しんでいたのであります。憎しみしかなかった亮君たちの家族は聖書が教えている御言葉を知りました。マタイの福音書6章14節と15節、イエス・キリストはこうおっしゃいました。もしもあなた方が人々の過ちを許すならば、あなた方の天の父もあなた方を許してくださるであろう。もし人を許さないならば、あなた方の父もあなた方の過ちを許してくださらないであろう。このイエス様の御言葉に従って加害者を心から許すべきだと考え始めたのであります。そして亮さんたちは加害者とその家族に聖書の学び会に来ないかと誘ったのであります。亮さんと彼の家族をそのような思いにしてくれたのはそれまでの聖書の学びでした。以前はバラバラだった彼の家族が一つになれたということ、心が平安でいられるということ、いろいろな苦労から解放されて
元気になったということ、そして加害者の苦悩も考えられるようになっていったのであります。加害者の家族は涙を流していました。やはり彼らも同じように苦しんでいたのであります。加害者の男性は心労のために若いのに髪の毛をなくしてしまっておりました。加害者の父親も自分が死んで保険金を賠償金にしようと真剣に考えていたのです。そして亮さんたちの招きに応じて聖書の勉強会に来るようになりました。それは亮さんたちへの償いのためではなく、自分たちのために聖書を学び始めたのであります。それだけでなく、亮さんの父親の紹介で加害者の父親も働くことになりました。加害者と被害者の親が事故をきっかけに一緒に働くようになったのであります。亮さんの母親は人を罪に定め訴え続けるのは違っていると思う、事故の賠償金の裁判を一刻も早く終わらせたいという思いになり、裁判の取りやめをお願いしたのであります。それを聞いた弁護士が頭がおかしくなったのではないかと怒ったそうでありますけれども、亮さんたちの家族は聖書の教えに従ったのであります。また母親はあの時病院まで見舞いにくれたのに追い返してしまった加害者の祖父に対して悪いことをしてしまったとずっと心に引きずっておりました。そんな母親に和解の機会が与えられたのであります。加害者の祖父はもったいないと言って涙を流したというのです。背負っていた重荷から解放され、イエス・キリストを信じ救われたのであります。加害者の家族と亮さんたち被害者の家族はイエス・キリストの十字架の許しのもとに本当の和解ができたのであります。亮さんはこう言います。僕たち家族がイエス・キリストを信じなかったらこのようなことは決して起こらなかったに違いない。許すことに働く大きな神様の愛と力を実感しましたと言っています。生きることに絶望し将来への不安を抱えていた亮さんの心をまず神様は癒してくださいました。そして彼の家族全員を救ってくださいました。亮さんは手で字が書けませんけれども、顎でパソコンを操作することができるようになりましたから、ブログを書いたり本を書いたりして出版しております。そして命をくださった神様に感謝して全力で生きようとしております。斉藤亮さんはイエス・キリストのこの無条件の愛、無償の愛、その愛を知ってその人生の方向が大きく転換したのであります。誰でもキリストにあるならその人は新しく作られた人です。古い人は過ぎ去って見よ、すべてが新しくなったのです。どうか私たちもキリストの十字架の絶対的な愛の前にへりくだり、神様の愛と恵みに心から感謝しつつ、神と人とを愛する命の中を歩んでいこうではありませんか。一言お祈りをいたします。
愛する天の父なる神様、キリストに表されたあなたの無償の愛、無条件の愛、永遠に変わることのない誠の愛を感謝いたします。私たちを決して見捨てず見放さないというあなたの恵みの中に、キリストを信じることによって移されていることを心から感謝いたします。どうかそのようなあなたの神の愛をいつもいつも心に感謝しながら受け止めて、神と人とを愛するものとなれるように、どうか私たちを導いてください。主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。